はい、週刊少年マガジン編集部米田と菊池です。米田さん、ここどこか分かりますか？ここ26階って書いてますけど、はい、うちの会社の26階に来ました。なんで来たかっていうと、この間米田さんが、ボンボン TV のいちなるさん と、バブリーダンスを踊った時に勝負をして米田さんが負けたので、講談社の26階から1階にダッシュで降りる、はい、そしてその後にまた全力で戻ってくる、降格するっていう罰ゲーム動画を撮りたいと思います。で、ただ米田さん、はい、下に行って戻ってくるだけの動画を撮ってもちょっとつまんないなと思うんで、ここに魚編の漢字、魚編の漢字15字用意したので、これを全部暗記してもらって走ってられる。戻ってきた時にここに用意した5問の問題に答えられるかどうか、答えられなかったらもう一周ということで、じゃあ今から行こうと思います。走る様子はこうやってね、自撮り棒で携帯で撮りながら行きたいと思います。位置について、はい、行ってきます。よーい、スタート。もうこれ覚えながらでいいですよね。いやー、難しいな。ちゃんとしたのがうつぼで、ちゃんとしてないのが、ちゃんとしたのがうつぼで、エスのなんか。あ、漢字大体覚えましたね。いや、下りが長い。下りがまだ長い。はい、1階にたどり着きました。じゃあ今から登っていきます。いや、階段長いですね。10階です。よし、1問目正解。捕食されるからイルカ。おお、イルカ正解。こちらはワニ顔のワニ。はい、正解です。あと2問です。ここからちょっと難しくなってきますよ。ウグイ。お、正解です。じゃあラスト1問、結構難しいです。いきます。はい、なんか上がぐちゃぐちゃなんだよ。えい、正解、全問正解です。やった、これでもう米田さん、みそぎは終わりましたね。もうね、体力あるなんてね、嘘つきました。無理です。今いちなるさんに言いたいことは、いちなるさん、またコラボしてください。再生数稼ぎたいっす。